最後の日になりました。本当に声を枯らしてしまっていて、お見苦しい声で、お聞き苦しい声で申し訳ないのですが、私は皆様の大切な選挙が本当に皆様の暮らしに行き届くように乗り戻せるように、そして命こそが宝物だと思って頑張ってまいります。皆様のお力だけに頼りなんです。大きな組織ございません。お一人お一人とつながりながらこれまでも頑張ってまいりました。そして本当に生活困窮の方たちの応援を17年やってまいりました。ついこの前も私市役所 の市議会の最後の日に、私といろいろ議会のためにやり取りをしている教育委員会とかコロナ対策室にご挨拶に行こうと思っていたのですが、どこにもご挨拶に行けず、私は朝からホームレスの方お二人をレスキューして、お家を探してその方たちを一日でお家に入っていただきました。そしてその方が今日は畑にお手伝いに来てくださっています。そういう本当に苦しい立場の人たちと共に寄り添って生きてきた27年を生かして、県議会で頑張っていきたいなと思って皆様にお力添えをお願いいたしております。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。小川美咲子と申します。あなたが困った時に真っ先に駆けつけてくれる、そんな政治家あなたにはいますか？